民が心配です。合流を急ぎましょう。テルモトは一の船の守備を頼みます。承知しました、叔父上。したか、ここは通さねえぜ。いい男には敵が呼ぶってか。わざわざ民を助けに来たの？甘い子ね。開門！策を隠しているはず。怪しいのはあの船かね。承知じゃ。敵軍師もいい目を持っているようですね。なんとか船を守らなくては。敵将撃ち取ったり。バカめ、これが格の違いよ。敵将撃ち取ったわ。開門。皆さん、遅くなって申し訳ありません。やっと毛利が来てくれたか。お前ら、こっから巻き返してくぞ。敵が勢いづいてきた。そろそろ本陣の守りを固めとこうかな。敵はおじけづいてるぞ。一気にやっちまえ。開門。うまくことが運びすぎているような。考えすぎでしょうか。今だ、かかれ。
あの大筒やべえぞ。早く止めねえと。確かに脅威ですが、射程は短い様子。今は撃たせておきましょう。ここで焦っては敵の思いつぼ。それにまだ奥の手を残していますから。半兵衛、兵はもう下がる。その体では長い戦には耐えられまい。半兵衛殿に優しくされると調子狂うな。大丈夫、今日は調子いいからさ。誰も彼も救おうなど無謀の極み。兵の被害を抑えたくば民を見捨てることだ。民を見捨てては何も成し得ません。民の味方も救ってみせます。これもお役目なれば。いざ！敵軍師がまだ何か隠しているとすれば、テルモトが守るあの船、叩いておくにしかずだ。決断すぎる。やってみせる。本当にみんな救ったってのか。大したやつだぜ。民兵がどんどん引いていきおる。このまま毛利も逃げて戦はしまいかろう。そうはさせません。我らは毛利軍を追撃します。開門。決断してくれる。今です。一の船に合図を。あの鉄張りの巨船を攻めるのです。ここまでこらえた甲斐があったわ。者ども一斉に進軍せよ。伏兵を出したくなる機会はいくらもあったはず。よくここまでこらえたものだ。甘いだけかと思ったら肝も据わってるんだ。俺、高壁さんのこと嫌いじゃないかも。バカめ！これが格の違いよ！敵船の制圧はなりましたね。では、南の迂回路より退却してください。あの大きい船を盾にして逃げるつもりなんだ。
賢いな。気楽なこと。急ぎ追撃せねばなるまい。俺も行くよ。高垣さんに挨拶もしておきたいしね。客の指揮は父上にお任せします。私は追っ手を止めてまいりましょう。いや、私も一緒に行く。高陰にまで知られては困るからね。ちょうどええ、出向く手間が省けたわ。毛利軍、なかなかやるの。勘弁勘弁、あとは任せた。生徒は知性の道、存亡の道、考えてきてる？バカめ！天を行く竜を阻めるものか！竹中半兵衛に黒田官兵衛、なかなか面白そうな軍師でした。軍師両兵衛か。高陰と気が合いそうな二人だね。